始まりました、井の中のエース第5戦目でございます。はい、七瀬静香です。ジローです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構あれですよね、あの動画の再生数の調子もよく、うん、そうですね、はい、もうちょっとだからなんか社内的に褒めてほしいみたいなところは正直ある社内的には多分褒めてると思うよ。褒めてる裏で、うん、褒めてるけどやっぱちゃんと褒めてるかと。いやでも言葉ってやっぱ伝わってなんもない。達成してないからさ、達成とかそういうんじゃねえからとはちょっと裏ミッション達成してないから。1週間で30万再生いかなければいけないっていうのが言ってないってことですか。そうですね、9日間で達成したみたいなんで、だからまあ9日だろうが10日だろうが1週間だろうがねえ、まずは行くもん行ってるわけじゃないですか。まあ本当ありがたいことで、いやそうなんですよね、30万を超えてる回が2回もあるっていうところは本当に皆さんのおかげだなっていう、まあ、ジローくんのあのフリーズのおかげみたいなところもあるけどね。でもなんかね、例えばサムネでフリーズ引きましたとか載せてたらそれはバッていくかもしれんけれども、うん、こう蓋開けて、おみたいな感じじゃない、うんうん、なわけじゃないですか、うんうん、あのなんかあれでやっぱこうやって伸びるっていうのはいいんじゃないですか。あっこまでの話しかできないよねそうなんよねちょっとね、はい、何が、いやいやだってオープニングトーク面白トークでって書いてるからさ、結構引っ張った方ができるかこんなもんよう出したな、このカンペ頑張って引っ張った方がいいのかなと思って今頑張ったけど、うん、特にないっていうね。ないよね。だからこれでも面白トークとかそう一旦置いといて、うん、七瀬さんが、うん、まあ、番組が始まって、まあ、まだ間もないわけやのにもかかわらず、うん、今2連敗中じゃないですか。え2連敗してないよ。いやしてます。え石さんのなんかさボクシング対決のやつ1勝1敗、はいはいはい、でその次のそのあれが負けたのよ、プレミア対決で負けた。その前はジロー君が負けたから今引き分けよ。ジロー君は負けてないですよ。あ七瀬さんこう入れ替わったせいで七瀬さん、じゃあれはジロー君だ、もうあれは七瀬さんや。じゃあれはジロー入れ替わったんかほんまに入れ替わったか人格とかなかったか。そうね、まあ、あんな茶番もええねん、まあ、もう二度とやらねえ言っちゃいかん茶番とか二度とやらねえあんなもんあれさどうなってるんだろう、まだ見てないから正直わからんんだけどね。タイムラグあるんでね、まだ配信されてないんで何とも言えないんですけど、すーげー怖いよね。まあ3000バット以内でなんとかそこはこうお願いしたいよね、はい、抑えられたらなというところなんで、うん、で私がだからそれ2連敗2連敗中なんで、これで3連敗してしまった時にゃ、うん、もうそら時にゃ残酷なことが待ってますよ。なんでそんなの急に付け加えるのはよくないと思う。昔だったら斬首刑やったところが厳しい罰ゲームで抑えときますって優しさ、優しさです。今日勝たないと何かがあるって罰ゲームだっけ。激しい罰ゲームが、激しいの、激しめのやつ。いや散々激しかったよ過去のやつも。なんていうか豆塩となんかごま分けるとか、はい、あれもなんか梅ね、うん、梅ごまね、シュールで時間もかかって、そんなんじゃないってことね。とえげつないかもしれないと。勝てばいいわけね、はい、エースだし、エースだしだからここで僕が負けても別に何もないんですよ。奈良さんが負けたら罰ゲーム、まあ、3連敗ってことでね、はい、3連敗したやつには厳しい罰ゲームが待ってますけど、この番組のこう今後も永続して続けていくような大きいテーマであるんで、うん、あくまで実力を拮抗させたいと。3っていう数字にいかない、いっちゃダメってことね。いっちゃダメ、絶対いっちゃダメ。今日誕生日でしょ。はい、おめでとう。ありがとう。今日さ来るまでに社内で誰かしら言うかなと思ったけど誰一人触れないからさ、5人いてさ誰も触れないで、言いやちゃんとそういうの演者のそういうのちゃんといいや私気づいてたけど、はい、あなんかみんな言わないからなんかあれだなと思って、あれだよ0時ぴったりに LINE くれたの小次郎だけででそこからまあ5、6人 10人弱ぐらいかな、うん、バーってその時間帯に LINE くれたんですけど、女子唯一おかんやったいいじゃん。だからもうちょっとみんな幸せじゃん。 JB メンバーもうちょっとちょうだい。いや幸せ、俺自分で共通のみんなの LINE みたいなのに行こうかなと思って俺今日誕生日で誕生日の受けプレゼントの受付はって行こうかなと思ったぐらい。私今日会うからもうやっぱ、はい、ちゃんと目見て言った方がいいかなと思って、おめでとう。0時ぴったり欲しかった小次郎くんを超えてね、うん、欲しかった、うん、まあ、誕生日っていうからゴッと打つのかなと思って、そういうわけじゃないのね。いやいやいや、もう誕生日やからつっても浮かれない、それがエースです。かっこいいね、はい、それがエースでございます。わかりました。しっかりとエース同士の対決をお見せしたいなと思っております、はい、頑張ります。
ざいます。マジで、せーの、171番、56、おはようございます。おはようございます。おはようございます。流れに身を任せる作戦でいきます。あれ開いてんじゃん。あ、取られた、あかんわ。うわ、強かった、前強かったんですよね。窓2とか行きますか。どうしよっかな、まあ、窓かクリアとか取れたら一番良かったんですけどね。まあでもウロウロしても多分もう上げてなくなっちゃうんで、窓2で行きます。おはようございます。おはようございます。お願いします。皆さんが何を狙って、多分ねこの右の A タイプ系がね人気なのが絆なんか特に1週間これといった、まあでも4日前ぐらいだけかな。じゃあですね、お気づき、25パイと30パイがあるんですけども、10台10台設置かな。で、なんか角台がね過去来てて結構なんか設定的に入ってんのかなと思うような状況があったので、ちょっと角台がとりあえず朝回していって、で、まあ、どんどん行きたいなと思います。今お遊戯している方がね、ま、私入れて9人、あ、半分ぐらいですね。その中で半分ぐらいは朝一当たってるますね。100ゲーム以内に一つ気になるのは店内 BGM がゴッドなんですよね、朝から。それがねちょっと気になってるんですよね。今まで、ね、多分違うかったんですよ。されてから光りました。最後です。朝一投資3本、66ゲームで当たって天国に上がってるか。10ゲーム以内に勝ってほしい。おっしゃー、きたー、上がってました。9ゲーム。テンパイオンが聞きたいですね。テンパイオンが。通常でレギュラーです。でもよかったとりあえず天国に上がって。できますからね。彼遅れた。およっしゃ、わかりました。遅れから10回転でレギュラーボーナス。おいやお、いいところだったから、光った後でしたね光りました。データカウンターをね、10ゲームを取ってる時にカナちゃんが恥ずかしがり言うのかな、いうのが流れております。やったカナちゃんが光っているので安心のレバー音です。次ゲームでビッグ、お、ピコーンが鳴ったんで次回も天国ですよし、じゃあいい感じじゃないか。朝から3連敗したら罰ゲームなんでね。同時3本で500枚を超えてるってこれ安心感。いいテンパイオンがさっき鳴ったんです。今回もならず。通常テンペス。これで何年目だ？5連目です。
ターのレギュラーに。終了しました。今ね5回ボーナスつけてるんですけど、6回目があるのか。今のところね、10ゲーム以内でのチカチカ光ってるのが4連続、あっという間28ないかな。で30、残り2回です。31、あ、追加のレゴ欲した。ごめんなさい、すいません。追加でもいかるかもしれないですね。いたら光らず。32ゲーム、と結局700枚ぐらいですかね。ちょっとまだ朝一台があるかちょっと見に行っていいですか。多分ね、多分ですけどね、リセットが前立腺だと思うんで。昨日なんかグイーンってなって6200枚も出てる。一撃でいってるからな、これ一撃大連チャンだ。764番台こっちに移動していきます。はい、ずーっとリプ続いてただけ。239ゲーム。じゃあ行くわよ。どう？アビさん。怖い。243ゲーム。願い事、私なりにいろいろと願いを叶える。魔法少女になれたらそれで願い事契約。どっちだかそうですね。これはもう当たってるっすね。出たわね。行くわよ。よし、
いるやろ。来た。386枚。わ、 C なんかな。またレギュラー136分の1ですけど、これとか据え置き見れるんじゃないですか。変更されたらこれ1枚は消えるでしょ。 CB、 あ、ナベさん大動してる。ダメやめて。左の台50ゲームでまだ今日50ゲームしか回ってない左の台に移動します。どうした？何？そのなんか大移動して移動しようと思って。いつも七瀬さんとは違うぞと。移動しようと。あら、だって罰ゲームやだもん。絶対やらないよ。今日は違いますよ七瀬静香。狙い方はあれやけど、まあ諸説ありますからね。まあかなり稼働率高いんで、ちょっと大移動できなさそうかな。まあ見切られたやつとかもあるんで、まあ、まだ窓2打ちます。はい。なんかこうね、直撃一発ヒーターとか、ちょっとでその人ヒーターとかしか出なくてもいいかなと思うんですけど、こっちもベラボーに弱いし。投げてもいいかな。よし、回り見に行こう。交換したよ。違うね。ラブ城か化け物語。一時期好きで言ってたんですけど、まあ、あんま覚えてないんですけど、ラブ城楽しいんで。で、なかなかないんですよ。で、これまだノーボーナスゼロ回転っていうね。で、まあこの辺が強いかって言われると、まあそうでもないんですけど、まあないんで打ちます。まあこればっかりは仕方ないというか、まあこの状況の中で打たないってことができないですからね。まあラブドゥ打っていきます。いらっしゃいませ。さあゼロからジェットかかってるかな。ただ、これ前々日のグラフ怪しくないですか。スタッフ店員かな。ほら、悪くないグラフなんじゃないですか。まあ、1ぐらいの数値でも引いて、バッと出て、引いてバッと出てみたいなのになったら、やっぱまあ綺麗なグラフにはなるんですけど。祈るばかりです。ポーチが変わらずまだ3本なので、今はちょっとちょいマイナス50枚くらいマイナスの状況です。ダメか。今25です。最後の最後までわからんですからね。何度も32ゲーム目で光ったことあるんです。ダメー。
ってくるとねきついんですよ、時々バカ野郎。今この台がちょうど累計500で打ち始めたのが661からだったので、ちょっとね今日ベル計算したいと思います。レギュラー1回引いてるんで、まあ、531ゲームから打ち始めてるんで、で今日ベル5なんで、今96分の1っていう感じですかね。なのでもうちょっとこのままね打っていきたいと思います。はい、ちょっとね、懐かしいな、なんか最終のゲーム、ラブゾーン、プロブリックス一番下が店前でしたっけ、あれとかじゃない分。お、うどん、コンセントほどいいチャンスとか選ばれやすいです。クラブルックス、いい方早く来よ。はい、頑張って。戻った、そんなにさらりか。さあ、ここで初期、枚数を決定する画像みたいなもん。最近100枚数だったかな。あれが最低です。ここから始まればみたいなのがあった気がするな。今回ですよね、グルーススから揃いなんで、普通の大当たりというか、グルーススからで大当たりしたら交換からスタートするんですけど。さあラスト、125枚でした。ここからリラックの位置にやったかな。あ、ないと。ラブゾーって他の機種と違ってこうなんか強力みたいなのがないんですよね、まあ、最強武道みたいなのもありますけど、強チリぐらいに値するやつがないんですよ。まあ、チャンス目とか強ベルとかで1個ずつこう状態を上げていって、上がった状態っていうのは AT 当選かチャンスの当選でしか落ちないので、広角、超広角、超広角 D まであったかな確か、そこまで上げて AT につなげると、ないしはチャンスにつなげるという台なんで、ちょっとこう低設定の場合は上がりにくいとかあったかな。チャンスの終了後とかにね、ダメな状態に移行しやすかったりとかするんで、まあ、チャンスゾーンへの道のり、AT への道のりが遠いというようなシステムになってます。まあ、逆を言えば、低設定とかでも、まあ、サクサクエア500いっぱい引いて、モード上げて、AT ぶち込みさえすりゃ、初当たりが取れるんで、まあ、奈良市さんがどうこう、まあ、対決なんで、まあ、大事な部分ではあるんですが、自分が勝たんとね、やっぱり1枚でもいいからとりあえず3枚でプラスにならんとっていうところなんで、頑張りたいねんけどな。300ゲーム間チャンスなしか、寂しいな。やめるいいね、いいタイミング、チャンスオン、チャンスオン、チャンスね。ドキドキしちゃう。まあ、ブドウよりも強ベル、強ベルよりもチャンス目みたいな感じなんで、強ベルで上げてチャンスオンで仕留めると
これチャンスも当たってて情報とかまで上がっててもおかしくないからな、追い越しみたいなのないかな。よし、残念な次ゲーム。どこ？ああ、サム。グラブの下です。最低グラブじゃないとな。見せ前当たんないですもんね。チャンスゾーン終了後でも1で20杯ぐらいかな、確か超高滞在あるんで、うーん、杖あれ見に行きます。いやーもう何言ったらいいんやろ。ワンチャイ、最近さ、YouTube のコメントにちょっと悩んでるんだよね。おー、いかったー、はー、いかった、嬉しい。529ゲーム、ビッグボーナス、そして18本です。助かった、本当に助かった。意識した900だ、意識した。左、中、鼻つは光りません。あ、わからんよ、まだ左、右鼻つは光りませんでした。429ゲームだったあったビッグボーナス終わって、飛んでるか頼んますよ。むっちゃ大事、まあ、毎回大事なんだけども気持ち的にすごく大事です。お願い、疲れた、よっしゃー来たー10回転で気持ちが通じました。ビッグボーナー、先輩も光り方も通常です。よっしゃー、やる気出るー、行こう、取り返そう、とりあえずは。チェリーであと440枚、あと500枚です。4回は欲しい。14、おっしゃー、高速点滅です。まだーす、4ゲーム14、さあ14ゲームです。助かった、これからの、よし、普通の光、よっしゃー、箱使います。4連続ビッグボーナス、ゲーム数が11ゲーム、
戻ってきます。まだまだ頑張って。15で16半分。後半に来る時の喜びってたまらんですよ。うわーまさかのーっていう、それをここでお願いします。17、ここら辺から終わったなって思うじゃないですか。29、まだ終わってなかったんだっていう喜び味わいたい。31、最後ダメでした。1区4連で終わりました。ちょっとベルを見ます。今664ゲーム回してピック4レギュラー1なんですが、ショーツベル8回引いて今115分の1ということで、いいですね。なのでちょっとこのままもう少し打っていこうと思います。次の初当たりが、この1個前が429っていうところで当たってて、でこの次の当たりあまりにも深すぎるとやめようかなと思います。やったー、87ゲーム花花のゲーム数でレギュラーです。これが、うまいこと上がってくれたら最高ね。ゲーム内にはまだ光っておりません。残り11ゲームで光らせれるか。30残り2ゲーム。最後出ませんでした。あれいなくなってる。この列のおきどきじゃない、なんだっけ、ラブジョー白く打たれてたんですけど、私が見た時当たってたんです。ただ今はカメラマンさんがいないってことは、共に多分どこかに行ってます。ちょっとジローくんの出玉がどんなもんか、どれぐらい当たってたのかっていうのを見に行ってみたいと思います。いないんで。さあさあさあ、出玉が393ゲーム今ハマってて、しかも水しか置いてない。勝てるぞこれは、これは勝てるぞ。きついなー、何言うと。ジャグラーとかの方がいいかもしれないですね。ないです。打たないが正解かもしれない今は。まあその中で打てる台探すしかないんですけどね。もう一回出ない見て回ります。番長55でも行きますか。まあ他に打てる機会もないんで、ちょっとこう負けにくい機種をチョイスして、どっかで頑張れたらいいかなと。これあれでしょ、50何本のやつでしょ、さっき見たもん。空いてるな。ゴッド行かなくていいの。もう時間的にそろそろ行っとかないと、誕生日ごと引く時間ないよ。行くんなら朝から行っとかなあかんかったよ。うん、そうだけどまだ間に合うよ、誕生日ごと。全然間に合わへん。待っててあげるよ。みんな待っててあげる。いい。じゃあ本当にせっかくだから。いいよ、まだ外線打つよ。来年の外線。いいの、こんな収録という場を使って派手にゴッド揃いみたいなやらなくていいの？コメント欄にみんなおめでとうおめでとうおめでとうって書いてもらえるよ、いいの？絶頂引くから。そっち？そっちで決めるのね。ほら、安直やん。
安直すぎる。やっぱ誕生日ごと。いいよ。いやもう誕生日ごとなんか行かへんよ。いいの？これ頑張る。バッチョ打つもん。いいのね。じゃあもう私はそのまま置き抜きで行くわ。プラスにしてね。はい。負けてます。大丈夫。負けてる。さあ店内見に行ったんですけど、残り時間もあとわずかっていうところで、置き抜きはあのまま打とうかなとかも。ちょっと思ったんですけど、時間のことを考えると、まあ、次郎くんの様子も今あまり良くないのかなと、投資の方も結構いってるのかなっていうところで A タイプの方に移動しようかなとは思ってます。ただちょっと稼働が高いね。もうちょっと店内の様子を見て良さそうな台があったら抑えて打っていこうかなと思います。ねえワンちゃん、私もうすぐ30なんだけどさ、30歳でもJB アイドルでいいよね。お誕生の姫よ。誰だ。いい感じだね。だから成功イケメメいいよ。うはい、うまい、ナイスチャンス。494ゲーム投資27本。まあ天井狙いで打ち始めましたけどね、バッチョ出玉も出てるんでどうかわからんというような感じでいいからすればそのまま打っていこうと思ってましたが、まあ、ここまで来て何もなしと仕事もなかったんでやめます。移動最後の砦でしょ。隠れないんすよこのままじゃ。今日バラエティが一番強いかな、違うかな、全っぽいの見えてこないんで見えない騎士なのかな。ルパンとかだから怪しいかもしれないですね、もしかしたら。分かんないですけど。ということで、まあ、残り時間も短いですし、ちょっとハイパーアリノで最後勝負します。その年28本なんで、まくるにはまあ何か必要やということで、
一撃狙います。でも26かって感じっすよね。僕もジャンバリ入って丸5年経つんで、だからジャンバリ6年目なんですよ。もうそんなとこまで来たかってちょっと思いますよね。だ僕歴長いとで言ったらもう奈良さんと白鳥さんしかいなくなっちゃったんで、あんだけなんかこう今となったらそらね、まああのまあ丸5年いるわけですから邪険な扱いとかないですけど、まあ邪険な扱い受けてましたからね。僕はこのトマトが好きなんですよね、キラキラしてるやつ。この1個しかないんか、これしかないよね。揃えます。あー1回の価値が大きいんやから。ちょっと0ゲーム目、あ、待って回ってないな。でもそう、でもきっちりやめられて、ここ時間アルパン参戦やっていきたいと思います。はい、それじゃあですね、最後にルパン三世打っていきたいと思います。うまくいけば出番も一瞬で増やせる。いいよ、いいペース。45、252にするか、最終ゲームでリプレイが追いくか。私やばい、リプレイ。先に引いちゃいました。ただ、最終ゲームでリプレイ以外の子役を引けばヒーローズロードに行きます。さあ、ここでベルを行けばいいんだ。ベルを一発で決める。上がって上がって、お願い来い。まだ分からん、カットインはないが、いつなりのファンタジスタ、ダメでした。ただあのベルをベルとチェリーコンサートに行けたおかげでほとんどね投資せずにあそこまで行けたんで、このペースで頑張って入れたいと思います。終わった、2連続リプレイ。160はできたのに最悪、あと100切ってたのにな。マジで最悪だこれは。やっちゃいましたね、下手だった。迷ってる暇だ。ここじゃなくて最終ゲームで引いて、しっかりつかまってろ。さあ、いきます、お願いします。いける、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 上がる、はい。あー、カットインもなし。あー、また一から。とある暗殺作戦で出会った謎の少女ベラドン。惜しいとこまで行ったんですけどね、今回は。人気政治家パーフの陰で暗躍する。わあ、もうこれ当たった。まだの本人じゃ見せてこそのボードの方が。お、同色。頑張る、リプレイになるから5回。はい、
国だったのに。しかしよ、ほんと。リプレイ多いんだ、怪しめるの連続は嬉しい。あと8回メロを引いたらいい。よしよし、あと7回いいぞ。あ、そっち、これほら、もうバカ、もう迷ってる暇はねえぜ。迷ってる暇はねえぜじゃねえんだよ。これにしっかり捕まったろ。ラストチャンスのライブ。ああ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 。とある暗殺作戦で出会った謎の少女である。38本使いまして、財布の中空です。もうないです。カード裏向けましたけど、もうないです。もう領収書しかないです。ミスタードーナツのもう終わりっすね、今日は。はい、ということでですね、1回もですね終わりと、実戦時間が終了ということで、ここで終了したいと思います。お疲れ様でした。何言ったのかったんですかね、今日朝一から。いや、窓2とかちょっと色気出していっちゃったのが、いやでもまあ狙い目と思う。いた、なんやこれ、いた、なあ、すいません、飛んできた。何これ、緊急、怖っ。お疲れ様でーす。多分勝った。そうかな、バースデージローに多分勝ったな、かな、今日は。どうかな、これ罰ゲーム回避してるような26歳の僕強いよ。なんで26歳高いの、30歳になりかけの私って思っちゃうから。そうくると30って聞くとおってなるよね。でもおっとはなるよ、だって数字が一つ増えるからね、2から3に。ジャンバリドのビビナで一番お年を召されてるの誰でしたっけ。それはリノさん。あ、次次、女子知らない知らない、女子とかやめよ。女子30もしかしてマックス。え、知らん。そうか、まだいるんか、上には上が。わからんおめでとう。ありがとうございます。そんなジロー君の結果は、本日投資38本回収ゼロでございます。ハッピーバースデー。すいません。いや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 、こっちが胸が痛くなる。誕生日だからこそ、あの、言ってたのよ、お互いにプラスで。一応結果としてはプラスだけど、そこの勝負として私が勝ちたいっていう、ね、花持たせてくれるみたいな、ね、そうそうそう、あってもよかったかなと思いますけど、奈良さん。私の方がですね、はい、投資の方が17本で回収39枚と、それとマイナスなんですが、今のを聞くと私の勝ちかなと。イエーイ、やっぱりそうか。もうあのスーパーアリーナ打ってる時点で勝ったなって思ったもんね。あれはほんまにもう、まあ、墓場って呼ばれてますから、うん、言ってたじゃん、スーパーアリーナに行ったらもう負け確っていつも言ってるじゃん。もうあっこで逆転してるって見たことないもん。スーパーアリーナとガロ見たことないそれで逆転してるやつ行っちゃうけどね、ついついね。今日帰ったら何するの。今日帰ったら誕生日じゃん、誰にお祝いしてもらうの。ラーメンでも食べに行きます。ラーメン食べに行って家帰ってきてゲームして、明日前乗りなんで前乗りの準備して、で洗濯機回して、うん、前乗り帰ってきたら次もう一日帰ってきたらまた前乗りかな。そういうの。いや、もういいよ、もういい、分かった。言わえよ、
JB メンバーとか祝ってくれよ、分かる。 JB メンバーからお祝いって小次郎くんだけ？小次郎くんだけっすね。あでも確かに、うん、コウタロウくんもリノさんもタクさんもおめでとうとか言ったことないかもしれない。あ、自分からもね。うん、それ言わなかったら相手もないわ。なんかこうメンズってやっぱそういうの疎いじゃん。そうなのか。うん、まあ女子に比べたらね、そういうことに。女子はなんか仲いい空気感出そうとしてやっぱやるけれども、うん、男子はなかなかそういうのないっすよ。今日は実戦も負けて一人で寂しく一人でラーメンを食べてゲームをすると。そんな言い方やめてくれ。それが意外と幸せやから。あ、そうだよ。だから幸せなことだからよかったねって。ことはまあ、じゃあ今回私が勝ったっていうことで、はい、罰ゲームは回避となりました。これで3勝2敗、次で同点に持ち込めるね。そうね、うん、まだでもサマイ数とか貯金がありますから僕。いや、そんなかそういうのはやめた方がいい。そういうのじゃないから。まだ貯金がいっぱいあるって。そういうのじゃないから、あるよあるけどね、はい、あの時の栄光引きずらないの。次で ね、次がだから大事な勝負になるんじゃない。引き分けに持っていけるかどうかの戦いになるからね、はいはいはい、僕が勝ち越せるか奈良さんが引き分けに持っていけるかと、はい、はい、ということで私の勝利で罰ゲーム回避となりました。イエーイ、ありがとうございました。負けた。はい、オッケー、お疲れ様です。ということで実践パートはこれにて終了でございますけれども、この動画一番最初から最後まで暗号が隠されておりまして、その暗号には七瀬さんの嬉しい恥ずかしい動画を見れるような暗号となっておりますので、皆様ぜひとも探していただけたらなと思います。ありがとうございました。探さないで、探さないで。チャンネル登録すれば検索の手間いらずで最新動画をいち早くチェックできます。皆さんもチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。